はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今栃木県の茂木駅っていうところに来ています。この茂木駅まで真岡鉄道線が来ていて、ここが終着駅になっているんですけど、実はここから先ですね、なんと幻の未成線、長倉線っていうのが伸びているわけなんですよね。そう、僕未成線とか廃線大好きなんですけど、やっぱ未成線って聞くとちょっと行ってみたくなるじゃないですか。今回その幻の未成線、長倉線を詳しく紹介していきたいと思います。でいつもだったら僕一人で巡ってるんですけど、今回はガチです。なんと今回は茂木町役場の職員の方が来てくれておりますので、そのご担当者さんをまずご紹介したいと思います。じゃあ商工観光課の鈴木さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと僕から軽く鈴木さんの紹介をさせていただきたいんですけど、鈴木さんはなんと僕の動画の視聴者さん。はい、毎回欠かさず見させてもらってます。 ありがとうございます。そうなので鈴木さんも電車大好きということで、はいはい、今回はそのね、鉄分たっぷりで長倉線の紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それではまず我々が今から巡る長倉線とは果たしてどのような路線なのか、早速解説いただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。長倉とは、ここから茨城県と栃木県の県境、中川を通り越して常陸大宮市に長倉という町があります。はい、そこまで伸びる計画の路線だったので、はい、長倉線と呼ばれています。なるほど。はい、実は長倉線、長倉が終点ではなくて、もっと壮大な計画がありました。はい、実は茨城県の日立市の方まで線路を伸ばす計画があったんですね。あ、そうなんですね。茂木駅まで当時の真岡線が伸びたのが大正9年。あ、結構前ですね。はい、で大正9年以降そこから先線路を伸ばしたいということで、まず茂木から長倉を目指すと。あ、最初の段階で。はい、で茨城県側からも長倉を目指す路線が計画されたり工事が進んでたそうです。あ、そうなんですね。はい、ただ残念ながら、はい、太平洋戦争、これによって、資金不足だったり物資不足の影響で、この茂木から、この途中の下野中川、ここまでは工事完了したんですが、そこから先は未成線という形で、戦後正式に計画中止が決定してしまいまして、未成線のまま現代に残ると。なるほど。そういう路線になっています。なので、幻の未成線ということなんですね。そうなんです。今僕ら茂木の駅前に来ていますが、じゃあその線路を敷く用地的なところは結構あったりするんですか？まだ残ってるんです。わー、はい、それはちょっと見応えがありますね。はい、で今日はガミさんにそこの未成線の後を歩いてもらって、はいはい、ガミさんの妄想の中で、幻となった長倉線、実際に走らせてもらいたいなと思ってます。いやー、いいですね。はい、やっぱそう、妄想は無限大ですからね。ちょっとじゃあこれワクワクしてきましたね。はい、ちょっと早速行きたいところですが、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、行きましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ歩き始めて、はい、ですが、ちょっと鈴木さん、はい、早速見つけちゃいました。見つけちゃいました。これはやっぱちょっと触れざるを得ない。はい、触れずにはいられないと思います。いや、マジそうですね。はい、ゼロキロポスト設置しました。あ、そのために設置したんですか？そうなんです。はい、役場の方でわざわざ設置しました。あ、そうなんですね。はい、でちゃんとこれこだわりがありまして、はい、これ斜めになってますよね。あ、そうですね。はい、これ決して施工不良とか、はい、取り付けた人が下手くそだったとかそういうわけじゃなくて、国鉄の設置基準で、はい、こう外側に10度傾けて設置しましょうと。あ、そうなんですね。いうものがありましたんで、それに忠実にちゃんと10度傾けて設置しました。もうじゃ決まってるんですね。こう傾いて、ね、置くっていうのは。はい、そういったところ勾配表ですよね。はい、L、 これ何の頭文字かっていうと、はい、レベルっていう単語ですね。レベルってのは水平っていう意味なんですけど、はいはい、水平のレベルの L を取って、ここは水平ですよってところが L の勾配表になってます。なんで機関車になったつもりで、はい、指差し確認で、あ、いいですね。はい、0キロポスト勾配なし。ゼロキロポスト勾配よし、よし、はい、では出発進行。出発進行。はい、よし、じゃあ参ります。はい、いやー、でも鈴木さん今日天気めちゃくちゃいいですね。はい、ですね。ハイキング日和ですね。そうなんですよね。はい、今日は全部で6キロ歩いてもらいますんで、わーこれはもう日々の運動不足解消できますね。はい、でちょっと待ってください。はい、これはあれじゃないですか、線路がありますね。はいはい、ここ実は真岡鉄道の SL 列車が、はい、方向転換するための引き込み線なんですね。あ、そうなんですね。はい、引き込み線。はい、で
機関車1両だけ切り離して、はい、ここの前まで進んで、はい、でそこにポイントがありますね。あ、ありますね。で、はい、ポイント切り替えて、側線に入るとターンテーブルがあります。あ、ありましたね、はい、そちらの方に向かうための線路ですね。はははは、はい、でこれよくよく見ると、はい、刻印してあるのが見えるんですけど、40キロって書いてあるの分かりますか？あ、はいはい、ありますね、はい、これ、はいはい、つまり40キロレールですよって。あ、なるほど、はい、まあ、一般のローカル線に使われているようなレールですね、はい、なるほどなるほど、はい、これはレールが作られた年です。あ、そうなんですか、はい、で1964年って、はい、なんか去年一昨年ぐらいになんかよく聞いた年じゃないですか、はい、そうですね、東京オリンピック。その通りですよね、はい、前回の東京オリンピック、はい、はい、この年に作られたレールがまだ現役で残ってると。それもすごいですよね、はい、やっぱりここ本線じゃなくて引き込み線なんで、はい、頻繁には鉄道通らないところなんで、はい、すり減りにくいんで、まだこの古いものが残ってるんじゃないかなと。いやー、すごいですね、はい、こんな古いレールが未だ残ってるっていうのは、これもなかなか貴重なものですよね。ですね、はい、長倉線はここから先、こちらの方に伸びてたんですね。昔はここに築堤が築かれて、はいはい、この先に、あの1キロほど先に、はい、ここよりも20メートルぐらい高い、うんうん、あのちょっとした峠があるんですね。峠ですか、はいはい、でそれを越えるために、はい、この20%の勾配、つまりあの 1000m で 20m 登る勾配、そうですね、20%、はい、でこの辺の位置から徐々に徐々に築堤を使って登り始めていたと、はいはい、そういう形になります。すごい鉄道を感じるスペースですね。ですよね、はい、はい、であれですか、やっぱりここはもともと 20% ってさっき鈴木さんがお話ししてたと思うんですけど、はい、それをやっぱり意識してのこれですか？そうです、はい、20%登ってますの、うんうん、この勾配表つけてみました、はい、あ、これもつけたんですね。そうです、すごい、なんかやっぱ未成線っていうとそのままなんか作りっぱなしみたいなイメージがあったんですけど、はい、それをやっぱり何ていうんですか、当時に思いを馳せて。そうですね、当時の雰囲気を味わってもらえるように標識を我々の方で用意させてもらいました。それも熱いですね、はい、でこれはまあ我々すごい鉄分が濃い人からするとすごい熱いポイントではありますし、はい、であとはやっぱりこのね、ちゃんと説明といいますかね、これもあるっていうのもね、すごくありがたいところですね、はい、で今日こんなとこ歩くんだなってこう地図で見てもらえると、はい、皆さんイメージしやすいかと思います。わかりやすいですね、はいはい、じゃあそれでは結構あの市街地を抜けてきましたけど、はい、これはあれですね、もうすでに見えているのがちょっと怪しいところありますが、はい、今まではあの市街地の中歩いてきましたんで、はい、町の再開発だったりして、はい、あの当時の路盤が残ってないようなところ歩いてきたんですが、うんうんうん、ここから先見てください。あ、これですよ、はい、当時の路盤、80年前に工事したものが、はい、そのままの残ってます。そうですよね、はい、これはもう完全に列車が走りそうなカーブを描いてますよね。で、あのバラストを敷いて、枕木敷いて、はい、レールを引けば、はい、鉄道がもう通せるっていう、通せそうな感じですよね。はあ、なるほど、はい、で、ここまでだいたい 1.5 キロ歩いてきたんですが、はい、ここから先はもう、はい、本当に80年前の、うん、あの雰囲気を味わいながら歩いていただけるポジションになります。なるほど、はい、いや、もうかつての鉄道にも思いを馳せながら歩いてるわけですけど、はいはい、ちょっと気づいた点があるんですけど、よろしいですか、はい、この杭が、はい、これがその要は建物とかよく建てる際に使われている見覚えがあるんですけど、はい、まさにこれ境界杭です。あ、はい、境界杭、何の境界かっていうと、はい、民有地と鉄道用地の境界杭なんですね。あ、鉄道用地ってことなんですね、はい、境界杭なんですけど、はい、結構地中深く刺さってると、はいはいはい、なんで抜くのが結構大変なんですね。あ、そうなんですね、はい、なんで未成線となった今でも、はい、こんな形で杭が結構たくさん、うんうん、ほら、田んぼのあぜ道沿いに、ね、あ、結構残ってますね、はい、へえ。で、あの我々の方でも、はい、この境界杭が一体何本ぐらいあるのかっていろいろ調べたんですけど、はい、たくさんありすぎて数えきれませんでした、はい、あ、そうなんですね、はい、我々で把握してなかった境界杭を、はい、ツアーをやるときにお客さんが新しく見つけると、はい、そういうパターンもありますんであ、そうなんですか、はい、ぜひあの視聴者の皆さん、はい、あのここを歩かれるとき、はい、境界杭どこにあるのかななんて、そんな目線で歩いていただけると、はい、また一味違った楽しみ方、そうですね、味わっていただけるかと思います。おちょうどここはあの県道が横切ってるところなんですけどですね、はい、おそらくここ昔からある県道ですんで、はい、まあ、長倉線が開通したら、うん、おそらくここ踏切になったんじゃないかなと。あ、そうなんですね、はい、
で皆さんあの踏切を渡る経験はあるかと思うんですけど、はい、歩いて横切るって経験、まあ、ないですよね。ですよね。普通こっちですよ。はい、行くとただ今日はの妄想列車の運転手さんですんで、はあ、はい、踏切注意よしの視察確認をしていただいて、はいはい、この踏切渡っていきたいと思います。なるほど、はい、じゃあよろしいでしょうか。はい、踏切確認。はい、渡りましょう。逆ですけどね、これこっちですよね、はい、ところでガミさん、これさっきから左側を意識して歩いてますけど、あ、はいはいはい、これってもしかして運転士目線でついつい左側歩いちゃってたってやつですか。あー、なるほど。あ、やっぱその辺がはずが、真の鉄道とはやっぱ違いますね。そう、いや確かに電車の運転士って左ですもんね。ですよね。なるほど。いや全然意識せず左歩いてました。はい、あの実はこの長倉線ツアーなんですけど、はい、まあ、鉄道ファンの方ですとか、あのそうでない方もたくさんいらっしゃるんですが、はい、鉄道ファンの方結構左側を歩きがちなんですよ。そうなんですか。はい、いやーこれはやっぱり本当真に鉄道が多分もう染み付いちゃってるんですね。そうなんです。でその人たちに聞くとやっぱり無意識のうちに左側歩いてたっておっしゃる方が大半なんで。全く同じだ。はいはい、じゃあまたしばらく歩いてきましたね。はい、いやこのカーブがやっぱりいい感じですよね。そうですね、ここ半径 300m のカーブですね。あの列車は減速しながら、はい、あ、はいはいはい、曲がってたと思います。速度制限がかかるっていうことですね。そうですね。でちょっと待ってください、はい、あの急にこのこれ木が立ち始めてきたんですけど、はい、これあの役場の方で、はい、の桜の木を植えまして。ああ、はい、そうなんですか。なんでこれ春になったら咲いてくれるんじゃないかなって、はい、今から楽しみにしています。あ、つい最近植えたってことなんですか。そうなんです。あの線路の雰囲気だけじゃなくて、はい、こういうお花にもあの楽しんでもらいたいなという、はい、我々からのメッセージです。いやこれは楽しくなりますね、はい、いや結構この長倉線もいい感じで歩いてきましたね、はい、あの里山から山の中に入ってきまして、はいはい、なんとなく登ってるのお分かりいただけますか。そうですね、はい、確かに明らかにこの、ね、坂になってるのが分かりますね、はい、で実はこれ、はい、20パーミルの勾配なんです。あ、これは20パーミルなんですね、はい、SL が、単独で、はい、まあ何気なく登ることができる勾配が、まあはい、この角度と言われています。あ、そうなんですね、はい、実はこの先にあの、はい、トンネルがあるんですね。トンネル、はい、はい、で昔トンネル掘る技術が低かったんで、うんうん、極力トンネルは掘りたくなかったんですけど、うん、まあ、やむを得ず掘る場合、はい、あのこう山登ってって上の方をトンネル掘れば、はい、短い距離で済みますよね。なるほど、山ってこうなってるから、はい、そう鉄道創設期、まあ、明治、大正、昭和初期、はい、このぐらいに開通した路線って、はい、こう峠を越えてトンネルで越えるとき、こう登って登って、はい、もうこれ以上登れませんってところまで登って、はい、トンネルで抜けると。あ、そうなんですね、はい、そういう作りになってるところが非常に多いですね。なるほど、はい、長倉線もその例外ではないと。そうです。はい、じゃあ神さん、ちょっとこれ、はい、右側見てもらっていいですか。あ、はい、なんか岩みたいな、岩があるんですけど、はい、なんか不自然な形でポツンとありますよね。あ、はい、そうですね、岩にしては結構なんかポツンとありますね、はい、で実はこれ左側の山から岩がずっと続いてたんですね、はい、あー、はい、なるほど、繋がってたってことですね、はい、で、はいはい、そこを切り通しにしたんです。あー、なるほど、トンネルにするのではなくて、はい、もうこうやってバッと避けて、はい、真上からこう V 字型に下に掘り下げていく感じですね、うんうん、なるほど、はい、確かそうなってますね、はい、やっぱり当時はあのトンネル掘る技術がやっぱ低かったんで、うん、このぐらいですとやっぱり切り通しで通してしまうというのが一般的だったみたいです。はいはいはい、はいはい、でこの岩の表面をちょっと見てもらいたいんですけど、岩の表面ですか、はい、こう斜めに線が入ってるのお分かりになりますか。あー、なんかこうやってバババババババッとなんかありますね、はい、これ実はあの野宮鶴橋で掘った跡なんです、はい、あ、手掘りだったんです。手掘りだったんです、はい、それはすごいですね、はい、これぐらいの力でやったら掘れるんですかね、こう岩とかっていうのは。おそらく大変だったと思います。しばらくまた歩いてきたわけなんですが、はい、結構またなんか風が変わったのと、はい、山深いところに来たわけですけど、はい、で山深いところに入ってきたんで、動画をご覧の皆さんお気づきだと思うんですが、はい、私とガミさんヘルメットを使ってます。あ、そうですね、変わりました、はい、そんな危険なとこ通るのかっていうと、うん、あの実はこちらご覧ください。わあ、これはトンネルです。トンネルですね、はい、ついにトンネルの ところまでやってきました、はい、トンネルまで掘ってたんですか。そうなんです。そうなんですね、はい、トンネルまで掘ったんですが未成線のままだったと、はい、じゃあもう本当あと線路引くだけみたいな、ね、ところ
だったんですね。そうなんですね。これは今回あれですよね、あの僕ら被ってるっていうことは、なんと、はい、今回は、はい、あのヘルメットをかぶって安全が確認できたというところで、はい、あの特別に入っていいという許可をいただきました。あ、そうなんですね、はい、潜入できると、はい、わあ、それは楽しみですね、はい、あの実はあの、はい、NHK の番組で、はい、六角精児さんがここを訪れたことあるんですけど、あ、そうなんですね、このトンネルの前までだったんですよ。あ、はいはいはい、なんで今回のこの動画、はい、の NHK の番組の企画超えますんで、あそうな、 NHK を六角さんの企画を上回ったと。ああ、はい、なるほど、自慢できますよ、ガミさん。いやー、それちょっと自慢ですね、はい、雑談なんですけど、六角さんといったらね、鈴木さんがなんかすごい六角さんに似てるとよく言われるんですよ本当ですか、はい、わ、じゃあここから先ですね。はい、じゃあ許可ない方は普段トンネルの中入れないんですが、はい、我々は許可もらってますんで、はい、じゃあ懐中電灯をつけ て, つけて中に入っていきたいと思います。はい、つきました、はいはい、で、先が見えないですよね。見えないです。出口が見えません。見えないです、はい、といってもそんな長いトンネルじゃないんですよ。あ、そうなんです。 200m 弱です。あ、短いですね、はい、あのただここずっとカーブしてるんですね。あ、確か曲がってますね、はいはい、トンネルの中もずっとカーブし続けてるんで、はい、出口が見えないと。なるほど、はい、なのでそれを逆手に取りまして、はい、あの長倉線のツアーで、はい、この中で、うん、あのオリジナルの動画を皆さんにいつもご覧いただいてるんですね。あら、プロジェクションマッピング的なやつですね。そうです、はい、この壁をスクリーンにして、はい、そこに動画を流すと、はい、そういったこともやっていますんで、これあのツアーに参加しただけが楽しめる内容になってますんで、はい、なるほど、はい、ぜひ皆さんツアーにご参加いただければと思います。参加してね、異空間をちょっと味わっていただきたいですね、はいはい、じゃあ中入っていきましょう。ありますか。はい、はい、冒険だ、冒険。これはで、こんな風にあのコンクリートで固めた後、はい、うん、木の枠と木の枠の間にコンクリートを流してるんですね、はい、あ、そうなんですね、はい、なんでこんな風に木の枠の形が残るような形で、あ、これ木の枠だったんです。そうなんです。へ、はい、あとこのトンネルが未整線だったという大きな特徴の一つが、はい、この天井なんですね。天井ですか。あのススで汚れてないんです。あ、確かにそうですよね、はい、こんな勾配のところ登ってきたんで、きっと SL も煙たくさん吹いてます、はいはいはい、なので SL が通ったところの路線だとこの天井おそらく真っ黒になってるはずですね。確かにそうですよね、はい、ですがこのような綺麗な状態で今でも残っています。まあ、今も本当新品みたいなもんですもんね、はい、さあ結構歩いてまいりましたね、はい、いよいよ、6キロ近く歩いて、はい、下野中川駅到着でございます。これが若菜線の最大とも言ってもいいほどのメインスポットみたいなところですね。そうですね、はい、で実は今まで下野中川駅というと、はい、この駅名標が、はい、あの PR ポイントだったんですが、すごいですね、はい、駅名標もこれあるんですね。ですがその後ろ見てください。いや、これ何ですか、これすげえですね、はい、これ実はあの都内から、はい、車掌車を譲渡していただいて、はい、あの実はですね、つい先日、うん、運ばれてきたばかりなんですね。あ、もう本当来たての車掌車ってことなんですね、はい、そうです。でこれ実はですね、この車掌車 の, この, あの輸送の様子もこれ実はあの密着させていただいてたんですよ。ですよね。そうなんですよ、はい、でそれはまた別の動画でアップする予定で、これもかなり見応えのある映像になっていると思うんで、それも合わせてご覧いただければと思います。はい、はい、いや、じゃあ、ね、下野中川駅もちょっとじゃあ詳しくまた話をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、下野中川駅は、はい、茂木駅の次の駅、うんうんうん、はい、なんで今まで歩いてきて途中で駅なかったんですね。なかったですね、はいはい、でこの下野中川駅の次が長倉、茂木から長倉まで途中駅この下野中川だけ1個だけ、はい、設置される予定でした。うーん、はい、であのここまで、はい、あの工事が完了したんですが、はい、残念ながらここから先は手がつけられることなく、うん、中断となってしまいましたので、なるほど、はい、あの遺構として残っている長倉線はこの下野中川駅と、はい、ここまでとなっております。でどうしてもここの下野中川駅として開業することなかったんですけど、はい、少しでも、まあ、駅の雰囲気を出してもらいたいなという、うんうんうん、あの当時の人たちの思いを込めて、うん、あの現代によみがえらせたと、はい、あの幻が現実となってきたんですね。そうですね、はい、ここはもう非常に現実を感じるスポットですよね。はい、そんなあの下野中川駅の現実を感じてもらうアイテムが実はもう一つございます。アイテム、はい、アイテム、おー、なんですか。はい、じゃあ今からそれをご用意します。あ、はい、わー、鈴木さん、これは何ですか一体。はい、実はですね、この下野中川駅の入場券、はい、入場券、はい、これちゃんと書いてあるじゃないですか、はい、下野中川駅、
中倉線って書いてありますよ、はい、しかもちゃんと硬券で作りました。硬券ですよね。いやこれはテンション上がりますね、はい。でこの硬券切符なんですが、はい、あのツアーにご参加いただいた方、はい、皆様にお配りしております。あ、もらえるんですね、はい、逆に言うとツアーに参加できないともらえないものになってます、はい、なるほど。これ非常に代物ですね。じゃあ、はい、実はこちら見てください。これですか、はい、これなんだかわかりますか。これあれですよね、あの日付入れる。そうです、ダッチングマシーンってやつですよね、はい。であのこのダッチングマシーン、今日の日付をセッティングしてお持ちしました、はい、あ、なんで、ガミさんよかったらこれ日付入れてみてください。あ、よろしいんですか、はい、じゃあやります、はい、お願いします。よいしょ、はい、あー入りました。令和5年1月18日、はい、いやーこれは嬉しいですね、はい、ではあの私駅員になりまして、はい、じゃあ、ガミさん改札通られますか。はい、通ります、はい、じゃあ切符ハサミを入れさせていただきます。はい、はい、いやーいいっすね。昔はこうやって切ってたわけですからね。そうですね。いやー本当これ最高の記念になると思います。はい、じゃあガミさん6キロ近く歩いてきてお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、きっとお腹も空いてると思いますんで、今日は美味しいおにぎりをご用意しました。あーこれですね、はい、まあ細かいことは抜きにして、はい、まずは召し上がってください。なるほど、ファーストインプレッションですね、はい、はい、いただきます、はい、じゃあいただきます。あー香りがやっぱ、あ、自然の豊かな香りがしますね。じゃあいただきます。おー、これは斬新ですね実はこのおにぎりなんですけど、はい、茂木町の中で特にあのお米が美味しいと言われている坂川地区というところがありまして、はいはい、そこで取れたお米で作ったおにぎりです。あの特徴が甘くてもちもちして、おにぎりにして冷めている状態でもふっくらしてるっていうのが特徴ですね。ああそうですね、はい、6キロ歩いてきたから余計に美味しいですよね。うん、うん、自然にこの口に米が馴染むんですよね。そうなんですよね。溶けるって言ってちょっと大げさかもしれないですけど、ほんとなんか染み渡る、五臓六腑に染み渡る旨味かなと思いました、はい、なんで皆さん茂木に遊びに来たら、うん、ぜひ中倉線だけじゃなくて美味しいグルメもね、はい、お米も味わってほしいと思います、はい、そうですね、はい、はい、じゃあそれでは、長倉線巡りの旅、改めてお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、6キロ近く歩いた感想、はい、いかがだったでしょうか。まあそうですね、僕自身やっぱ未成線とか廃線大好きなんで、はい、まあ歩いてる時はこの路線が本当にできればよかったのになってすごく思ったんですけど、はい、いざこの下野中川駅到着して、あ、完成してないっていうのもいいなってすごく感じましたね。そうなんですね、うん、あのこの長倉線、あの完成してなかった分、はい、あの皆さんの中で、はい、いろんな長倉線を走らせることができるんですね。そうです、はい、なんで皆さんのオリジナルの長倉線を走らせていただきたいなというふうに我々思ってます、はいはい、本当だからそれが未成線の魅力だと思うんですよね。で実は、はい、あの春のツアー、うんうん、春の長倉線ツアー、はい、これが2月2日からお申し込みが始まっています、うん、あ、そうなんですね。で、はい、なんと今日は春のツアーに、はい、このガミさんの動画を見たと、はい、備考欄に記入していただいた方には、はい、茂木町からと、うんうん、あとガミさんからと、はい、オリジナルグッズをプレゼントすると。そうですね、はい、まあ、要はその僕の動画の概要欄にあの申し込みフォームに飛べるリンクを設置しておりますので、はい、そこから飛んでいただいて、まあ、僕の動画見たっておっしゃっていただければプレゼントがあるということで、はい、これ非常に楽しみですね、ですね、はい、で何がもらえるかは当日参加してからのお楽しみになりますので、皆さんどうぞふるってご参加ください。はい、ご参加よろしくお願いします、はいはい、じゃあということでこの動画は以上になります、はい、鈴木さん改めて今日は一日ありがとうございました。はい、ガミさんありがとうございました。じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。